はい、イマティです。今回は改めてイマティの愛車たちを紹介していきたいなぁと思っております。でまずはここにありますマウンテンロードバイクですね。これ最近よく出してますね。最近ねこうやってシートも茶色に変えてシックにまとめようと頑張っております。でこちらはメリダのマッツスポーツバイクかなっていう18年ぐらいのマウンテンバイクですね。まあもう安くね、ジモティで1万円で買ってきてね、そしてこのマウンテンロードと言われるドロップハンドルにねカスタムをしました。めちゃめちゃね街乗りもオフロードもね楽しいですね。タイヤが26インチの 2.1 なんですね。でこれかっこいいんですけども、ちょっと街乗りするにはねもうちょっと街乗り向けの、タイヤに変えた方が楽しいかなっていうのも最近思ってきたので、まあこのタイヤをねこれからどうしていこうかなみたいなのが課題になっている、マウンテンロードバイクですね。コンポの方は、ディオーレで組まれてます。でペダルはゴリックスのキラキラちゃんに変更してますね。で同じキラキラちゃんで同じような色でねロックブロスの、ボトルケージがあったんでこれをつけてますね。でこれボトル機能買ってきました。ちょっと派手さをね入れましたね、シックの中に。まあ、こんな感じでマウンテンロードバイク1台目の紹介になります。はい、2台目ですね。ちょっと今ねバイク入れ替えで担いで持ってびっくりしたんですけど、めちゃくちゃ軽いですね。ロードバイクスコットになります。これはフルカーボンのスコット、アデクトですね。こちらめちゃめちゃ軽かった、びっくりした。はい、ということで今までメインでねこれを乗っていました。まあこれからもね遠出をしたりとか春先のライドはスコットちゃんでね、ライドしたいなと思っておりますけども、めちゃめちゃ気に入っております。でこのスコットちゃんなんですがですね2009年モデルかなのアデクトになります。コンポは全部、スラムのライバルで組まれてますね。すべてライバルですね。そしてホイールがフルクラムの、レーシング3ですね。みんな大好きこのラチェット音ですね。はい、はい、いいでしょう。そして、まあ、社外品となればロックブロスのねこのボトルゲージを2つつけてます。そしてここにねサイコンの、ケイデンス測るセンサーついてますね。ここにもトップチューブバックロックブロスついてます。シートはスペシャルライドのちょっとねショートになってるやつですかね。ハンドルはこちらに変えております。これは中華カーボンですね。中華カーボンめちゃ軽いに変えてます。ちょっとこの平べったいやつですね。これ気に入ってますね。ステムはリッチ。ということで、やっぱロードバイクいいっすよね。タイヤは 25C ですね。725C 入っております。ペダルはシマノの、これ SDPU の ?SPDU の?どっちなの?裏がスニーカーみたいになったやつがカチャッとつくやつですね。はい。これは遠出をしたりとか、昼クライムをしたりとか、そういうのでね。乗っていくマシンになります。はい、そしてラスト3台目ですね。こちらがですねバストのコーラルになります。ただまだ組んでいないんですね。もうほぼほぼフレームのみの状態です。これをねちょっとね派手な街乗り用のバイクに仕上げていきたいなと思っております。一応ロードバイクのフレームなんですけども、もしかしたらハンドルをね、ライザーのハンドルに変えたりとかして、ちょっと遊び心のあるようなロードにしていこうかなとも思ってるし、ロードにしようかなとも思ってるし、少しだけ太いタイヤがはまるんであれば、グラベルみたいにね、していこうかなと思ってますね。これもね、ヤフーオークションで落としました。1万円ぐらいで。はい。ということで、これはまだまだフレームだけの状態なんですけども、これからね組んでいってまた皆さんにねお知らせできればなと思っております。はい、お知らせできればなと思っております。はい、はい、いかがだったでしょうか。
以上ね、三台のイマティ愛車の紹介となりました。まあこれからもね、ちょっとカスタムをしながらね、あとジープパトリオットちゃんもね、しっかりとカスタムしながら楽しいね、カーバイクライフをね、歩んでいければなぁと思っております。で、このロードバイクのね、マウンテンロードバイクに関してもね、結構いろんな意見、いただいております。どうやって作ったらいいのとか、費用いくらかかるのとか、走りはどうなのとかいうのをいただいておりますので、まあこのね、マウンテンロードバイクもそうですし、これからのね、カスタムしていくバイクに関しても、いろいろ詳しい情報とかね、これからも出していければなと思っておりますので、引き続き、イマティチャンネル、どうぞよろしくお願いします。それでは、また！